はい、おはようございます。今日は狭山湖外周道路に来てます。はるばる来ましたけど、相変わらずここはラブホしかないということで、で先日もここ走りに来まして、今日も反対側から走ってきました。でここは外周道路っていう名の、遊歩道になってまして、舗装はされてないです。なので本当に簡単な砂利道って感じですかね。ランニングしてる人もいれば、アウトドアを楽しんでるじいちゃんばあちゃんもいますし、マウンテンバイクで走ってる人もいます。たまにオフ車もいますね。なので林道を走るぜとかそういうテンションの道ではなさそうですが、最近はよく練習がてら走りに来てます。一応大前提なんですけど、オフ走る上での、装備ですとか、備えについては十分に勉強するなり用意するなりしてるので、そこら辺はご心配なさらずに。こういう空気入れとかパンク修理剤とかあるんですけど、言うて大したことない道っていうか、本当にオフガチ勢の人たちからすると本当可愛い道だよねっていう程度のところなんで、そんなオフの本気の装備で来るようなところかちょっとわかんないですけど、一応ねこういうのは持ってますよっていうのはアピールしておきます。コメントで一人で行かない方がいいですよとか、明るい洋服は用意した方がいいですよとか、いろいろあると思うんですけど、仮に僕ここで遭難したらそこのラブコに泊まるんで、1泊6300円って書いてありますね。今日も駐車場に結構車が入っているようですが、羨ましい限りですね本当に。とりあえず走りに行きましょう。モードがグラベルって言って、本当にちょっとしたダート走るためのモードにしてます。のんびり行きますか。あら、この目の前でラブホ入られると困るわ。お、ホテルサンローラ、土日祝日2000円から、皆さんいかがですか。え、これいやー、これは楽しいですわ。アフリカツイン、ふぅ、デコボコしてる。でアフリカツイン1個カスタムすることしまして、ここについてるでっかいバーがあるんですけど、それをつけることにしました。今こんな可愛い道だから転倒のリスクはそんなにないと思うんですけど、長期的に考えてやっぱ多少お金はかけてもつけようかなと思い注文しちゃいました。そうですね、こうやって自転車も走ってる人もいるんで、いや後輪滑るのが楽しい。でランニングしてる人に関しては音楽聴いてるんですね基本的に。なのでバイクが後ろから来ても気づかれにくいんで、そういう時はそーっと走るべきかなと。これね、右行くと何あるか分かんないんですけど、帰り寄ってみますか。よいしょ。こういうカーブの曲がり方がですね、いまいちわからない。ここは人が入っていいんだね。楽しい。改めて DCT 買ってよかったなっていうのが、僕みたいな初心者がオフロード走ってもクラッチを気にしなくていいんですよね。今グラベルってモードは1速と2速をうまーく走り分けてくれてて、ものすごく走りやすいんですよ。すいません、横通ります。すいません、初心者にはいい道だよな本当に。うわ、ぐいぐい登ってっかんな。この道は片道5キロだったかな。ほんと非日常というか、
こういうバイクでしか走りに来れないからな。新しい趣味が増えてしまった。これが見えたらもう終わりですね。はい、すいません、いいとこだ。一旦これで終わり。もう一回おかわり。そろりそろり。この間ここにハンターカブ止めて、あのラーメン食ってる人いましたね。そういう楽しみ方もありだよな。あーやっぱ座りながらだと僕運転できないな。うまく何が正しいのかちょっとな、いまいちわからない。ここは野鳥とかいるのかな。カメラ持ってる人いたけど。アフリカツインのカスタムが終わったら、あの猿ヶ島でしたり、あとはね秩父にある石上沢林道だったっけな、ダートがあるんですけど、あのそういうとこもあったり、あとは千葉にも行きたいとこあるんで、どんどん慣らしていこうかなと思います。まあそういう道に比べたらここは本当に可愛いもんだと思う。まあただ練習しないよりはマシというか、この滑るっていう感覚を覚えておきたいんですよ。あとこういう曲がり方、いやー DCT 本当正解。ちょっと不満点はいくつかあって、まあそれ動画にしようかなと思ってるんですけど、まあ概ねこれで正解だった。まあ今日改めて走って思うのは、滑る感覚は慣れつつも曲がり方がわからない。ああこっちはいけないのか。でこういうね、そうリーンアウトでって言ってもわからんな。あれ SR 走ってなかった今。もう昔の話だけど GSR で一回ふざけてここ走りに行けたことあって、まだ動画残してるかな。うー玉ヒュンした。さあ登れ登れ登れ。あーここか。ここどこ行くんだろうね。舗装されてます。またラブホに出たりすんのかな。おーなんか開けてんな。おお畑ですね。あーこっち行くか。農場なんて読むの。ヒラヒヨ。アフリカツイン乗ってからあのこういうの見ると登りたくなるんですよね。今のタイヤじゃちょっとわかんないけど、まあ綺麗な道ですね。ちょっと U ターンするか。よいしょ。いやー使いやすいなアフリカツイン。普通これ舗装された道そのまま帰れば一番ベストなんだけど、この林道に戻るっていうね。よしいないね。あさっきのワンちゃんだ、かわいい。そろそろ出口かな。だから帰るときまた戻んなきゃいけないのか俺。上り。あれだね、ちゃんと路面のギャップ見て一番いいとこを走れるようにしたいな。よし一旦抜けてもう一回ダート。
砂利道か。いや下りが怖い。もう本当にアフリカツインを買って正解ですわ。もう往復200キロのツーリングじゃもう全然満足できなくて中毒になりそうですわ。じゃあラブホの前で帰りの会をやりますか。あらよっと、よいしょー。ということでちょっくら走ってきましたが、もうちょっと汚れたいっていうなんか変な気持ちになるんだよな。という感じでオフも少しずつやり始めますよっていう動画でした。またもう一回あの同じ道走ってちょっと距離があるからゆっくり帰りたいと思います。ではありがとうございました。